来年春に行われる県知事選挙をめぐり現職の新井知事はきょう開かれた県議会の代表質問を受けしばらく熟慮させていただきたいと述べて立候補の判断を保留しましまた。現在4期目の新井知事はこれまで知事選には白紙の状態として進退を明らかにしませんでしたが 昨日、元総務官僚の平木翔さんが立候補を表明したこともあり県議会での発言が注目されていましたこうした中、新井知事は今日の代表質問で自民党連合創生の荻田芳雄議員の質問に対し次のように答えました次の4年間の県政運営は奈良県の将来を大きく作用する大切な時期だと思います。 来春の知事選挙についてでありますけれども今はまだその結論を出すに至っていないというのが私の現在の心境でございます今しばらく時間をいただき熟慮させていただきたいと思っております答弁の中で荒井知事は脱ベッドタウンを目指し企業やホテル誘致に実績を上げたことや 遅れが指摘されていた医療体制の整備そして紀伊半島大水害への対応など県の課題解決に取り組んだと成果を話しましたしかしこうした取り組みの継続が必要だと述べる一方で自身の5期目についてはまだ結論を出すに至っていないと答えましたそして身体の表明の時期についても熟慮したいと話しました 県知事選を巡っては現在までに元総務官僚の開翔さんが立候補を表明していますが日本維新の会と共産党も候補者の擁立を模索しています。